敗戦、戦争に負けたということは、今言ったように昭和20年8月15日で終わったんじゃなくて、ずーっと続いたんです。で、皆さんにこの前の講演会でしたか、お話申し上げたように、日本はやっと借金を返したわけです。ロシアでは殺数に対して。何の借金や、日露戦争、その前の日清戦争、それから、これ大事ですよ。第二次日露戦争があるんじゃないかという恐れはありますよ、当時。だから、日露戦争に勝った、日露戦争に勝ったって言ったけども、第二次日露戦争に対して軍備、軍隊の費用がものすごいいる。そしてどんどん貧しい国がそこにお金を注いでいく。国民は浮かれて、うわー、日本はすごいって言いながら進んでいくんですが、この間軍がものすごい力を持ったわけです。昭和に入る。やがて226事件も起きる。その前に515も起きる。軍隊が日本を動かすわけです。ちょっと先に進んで申し訳ないけど、今日のテーマで敗戦国日本を作ったのは誰か、変な言い方ですが、もし今日本が勝てたらどうしてる？ものすごい軍備のためのお金いりますよ。アメリカ、ロシアを超えて。こんな国が何できるの？そして他の国へ行っていろんなものを取ってこないとできないわね。今世界に中東から石油を集めているように、日本は世界からお金、軍備全部集めなあかん。今から75年前に日本が戦争に負けた結果として余分なお金を払わなくて済んでるんです。戦争に勝つということは大変ですよ。だからここで日露戦争で第二次日露戦争、もちろん起きなかったんですよ。だけど第二次日露戦争に準備をするわけです。戦争とはそういうもんや。勝ってもものすごい金がいる。国民はもう棒で洗脳されて、日本はすごい国だと教えられて、軍部が力にしたわけです。今日のテーマ、敗戦国日本を誰が作ったか。昭和天皇ですよ。彼が決断したんです。どういう意味や、日本で核兵器が開発されていることは、もちろん昭和天皇が知ってました。そして陸軍のトップ、海軍のトップが昭和天皇にいろいろ進言して、これを使えばアメリカに勝つことができると言ったんです。天皇は拒否しました。私たちの国はそんな悪しき国であってほしくはない。だから皆さん分かるように、広島と長崎に落ちた原爆、地上600メートルで炸裂して、そしてすごい光線、あるいは放射能で人々が焼き殺されていったわけですが、原爆の写真見てごらんなさい。みんな下から煙出てるじゃない。キノコ雲はみんな下から上に向かってんだよ。変に思わない？600メートルの上で B-29 から炸裂して、それが焼いたわけですよ。そう言わない。だから皆さん原爆の写真を見て、ああ、これがキノコ雲かってやってるわけです。もう、その時まだ生まれてなかった人たちにとっても、わけのわからんことやってるなと思うわね。昭和天皇がやめてくれと言ったんです。そんな兵器は作るべきじゃないと。もう終戦ギリギリですよ。軍令部と総参謀長の前でやめろと言ったんです。まだその時天皇の力はすごかったですから、彼らは逆らうことはできなかった。そしてやがて広島と長崎の事件が起きた。真相だよ。それがもう一つ、敗戦国日本を誰が作ったか。間違いなく昭和天皇だ。日本の将来のために団長の思いでこの子だよ。そしてもう一つ、昭和天皇がなんでそれからずっと続いてきたのかということについてはこれからお話をしていく。話はややこしいですね。要はなぜ日本が戦争に負けたのか、意味があってですね。では今までのことを一応置いといて、3月11日、もう一つ、3月11日にありますね、おととい。余計なことですが、僕が79になった。お前と天皇との話なら関係ないわいっておっしゃるでしょうけど、まさにそうや。せけど3月11日については興味がある。今言ったように、誕生日だから。ほんで、
その日の3月11日の誕生日の時、どこで誕生日のお祝いをするかってことがあって、誰もしてくれませんでした。それはそれでいいんだよ。だけど僕は提案した。僕自身で全ての準備をするから、ちょっとみんな一緒に行ってくれるかい、言ったらスタッフの者たちが、ああいいですよ、どこですか、岡山県の西の端や、そこをもう越えたらすぐ広島や、そこの千葉牛というところ行って、では焼肉食えへんかと僕言ったんですよ。79歳のおっさんがどうや焼肉食いに行けへんか。そこへ僕いつも行くっていうのは何ヶ月に1回しか行きませんが、僕にとって最高の贅沢なんです。数ヶ月に1回そこまで行く。なんで贅沢や、車でそこまで行くだけで3時間半や、で帰りしたら3時間半かかって帰ってくるんです。合計7時間。ほんで向こうでお前なんや、肉食うだけや。偉そうな言い方ですが、贅沢とはそういうこっちゃ。僕はあそこ行っていつも300グラムの肉を食べる。すごいでしょ。それだけ食べてどうもって言って帰ってくるわけです。いや先生また来てくれはったって言ってくれるんですけども、それだけ、あとは何もしません。3月11日、それが何や、資料、皆さんお手元に1枚2枚3枚4枚の資料がありますが、それの1ページの一番下、牛が5番の上に乗ってますね。将棋やったり、あるいは 5をやる人は覚えてらっしゃると思いますが、5番の上に乗ってますね。4つの足の大きな牛が、だからどれほどバランスよく育てられているかということがこれで分かる。普通の牛はこんなあかんわ。皆さんもおそらく4つ手2つ足2つでちょっと難しいで長いことこなしてるのは、牛がこのようになってるわけ。そして周りをしてみてください。うわーって見てるわけ。そして写真の真ん中、牛の背中の向こうに帽子をかぶってる天皇がおる。昭和天皇や。ほう、昭和天皇がこんな牛のとこ行きはったんか。そこそこよ。僕先ほど千葉牛と言ったね。千葉牛、この牛は千葉牛って。そこへ天皇へ行く。昭和22年戦争に負けてわずか2年や。それまで天皇は荒人神と言われてきたし、そういう教育をして利用しようってやつがおる。11月の22日や。昭和22年ですよ。日本は焼け野原ですよ。広島に原爆落ちて、さっき言ったわずか2年、工場は焼け、道路はめちゃくちゃ。私たちは道路で、あるいは車で行くって言ったらすぐ高速道路で取り行きましょうかとすぐ言うわけです。昭和22年に高速道路なんかどこにもありませんよ。で僕先ほど言ったように、一昨日そこ行って昭和天皇がおいでになったことの話をその当時の人たちにいろいろ聞いたら、昭和天皇が来る時の道はアスファルトもしてなかった。どういう道を通った、川に沿ってガタガタ道を車で登ってきた。今やったら20分で高速道路降りてここまで来れるけれども、天皇はその時に次よ、新見という駅から丸1時間かかって来たって言いましたよ。今20分で来れる。先ほど言ったように1時間かかって来てるわけです。広島は、あ、ごめん、岡山はもっと南の方や、新見というところから。で新見からこう来て、新見で僕は高速道路降ろしてもらったら、そこから普通の車で走って20分やったんですが、昭和天皇がこの千葉牛のところへ行くということは大変なことですよ。そこで分かる、天皇とは何や。さっき戦争やめろと言ったのは天皇や。原爆はもうほぼできております、やめてくれ、そんなもの使うな。一方戦争はわずか2年、マッカーサーが日本を占領している時代に、なんでその時に昭和天皇はそんな偏僻な偏僻な田舎へ行ったんや。